栗田貞之野城は、江戸時代の久保田藩士。意味名は、女子毛。主な功績は、栗田流の植林法を確立し、それを一般に広め、久保田藩の海岸砂防林を作ったことである。その他にも、各種の開拓事業を進めている。栗田貞之野城は、戦前の修身の国定教科書の末期4に記載された。交易の特目として、 18年間苦労して、防砂林を作り、栗田神社に祀られているとした。開名、交渉院女子下テイクモコジ。墓所、宝徳山万福寺。破壊し丸い賀病、39.704465、140.124566に位置する。秋田市荒谷にある、栗田神社、栗田貞野城は久保田城下の中亀の町に生まれる。ジップは、 久保田藩士の高橋内蔵右衛門、勝貞、母は、宇佐美三十郎の娘で、三男であった。陽名は二助。両親は、最初、貞野城を、掃除坊主の養子にしようとして、貞野城の啓発を試みるが、熟睡時を狙っても、貞野城の意思は固く、坊主として、多くの人に使われるよりは、たとえ三人口の石品の養子でも良いと主張し、 両親はその縁談を諦めている。十四歳の時、栗田家の養子になり、な也太郎とした。栗田家の祖は、源の寄り末で、長年善光寺の別当を務めたが、天正年間に退店した。養子入りは、栗田茂館の三歳の娘である金子の婿になる、形であったが、八太郎は金子が、自分の妻であることを知らないで、妹として、保育に力を入れ、 おぶって遊んでいたという。事情を知っても、養子入りからさらに十四年で初めて結ばれている。1783年3月13日、しげる館の実施であるしげみつが創生したため、十一月に、八太郎が、栗りを継いで、なおこえもん、いみなお、さだのじょうじげとした。この年、十七歳にして、藩主、佐竹義よしあつに、おまみし、大おへの出資を命じられる。 サダノ城は、性格が豪気で、文具に励み、庶民への情に扱った。この年は、天命の大飢饉の年で、藩は12月に四郷屋を八橋村に建て、貧民や身寄りがない人を選んで、約800人に毎日白米三合を支給している。1788年1月、サダノ城は、お金蔵の物書き火星に選ばれ、1791年には、 低下性に進んで、半会計の分担の仕事についている。しかし、この年の12月に病気で一時退役した。完成4年には、金子と正式に結婚し、1794年の9月に、長子の茂京が生まれる。1796年8月には、再始刊して、川辺郡荒谷村の当選に5番を命じられた。当時は、解剖の重要性が認識されていた。 当選見バ番は中村集落の西方で海に突出する小さな丘の上にあった。これは砂の中に土を持ったもので、黒船雷工事にはやや東方に交代し、林の中に強壁を作ったものであったという。当時の当選見バ番は6ヶ月交代で、翌年の1月か2月まで在職していたと思われる。この時、砂防の重要性と増林が国防につながることを、 佐田野城は認識したのかもしれない。1797年の秋に佐田野城は山本軍の林取立役に任命され、さらに氷方を物書きと砂止め方を兼任されられる。当時の山本軍の林取立役は4人いて、その4人で植林砂防をすることになったが、年ごとに莫大な金額と人員を使っても、その会がなく、いくら植林しても砂に埋没するありさまだった。 翌1798年にはその役は一人で引き受けることになった。役頭の大森六郎衛門に相談すると、大口村の平衛門、浅内村の小衛門、水沢村の正造は、以前から砂止め方に励み報奨をもらった人物だから、彼らに相談すると良いと言われる。佐田の城は三人を呼び銀尺感を与え話を聞いた。さらに、 9月末から10月初めまで、八森村から足崎村まで1村につき1.2や滞留して、巡回した。以前の植林が成功した場所は、全体の100分の1に過ぎなかったが、珍しく成功した場所の植林時期と植林法を村人に尋ねた。3人は口を揃えて、砂止めは普通の忍耐では、到底できることではない。 例えば一箇所50件のところに20年余りも継続しないとダメだし、植え付けに成功しても、春秋の2回は人を出して、念入りに手入れをしなければならない。毎年の手入れが継続しないと、すぐゲ山に変わってしまうと、植林にはかなりの歳月と金額、人員を必要とするとの証言をした。そこで佐田野城はとにかく協力者を求め、各村の肝入りを集めて、 人足を募集した。しかも財政逼迫の折だから、日雇い銭を出せないが、成功したなら、生活が楽になると説得した。今までは工賃をもらえたのに、それが覆されたのだから不平からサダの城に対する、憎悪となった。サダの城自身も休息を取らずに、わざわざ大風雪の日を、幸いとして、工事をして高みから苗を観測した。大内田村の新官である。 清水直信のの植松留めさ風紀には、はじめは佐田の城が仕事をさせるのは、農寒期だった。そのため苗を植える季節は初冬で、人足を引いて、海風の中を往来していた。皆は仕事は達成できないものだと思い、佐田の城を笑う者や、恨む者がいて、仕事の引き継ぎ時に罵声を佐田の城に浴びせる。しかし佐田の城はそれを意に返さなかったとある。この時、 佐田の城が丹下氏に出した手紙には戦場にただ一人出て敵と差し違える決意で業務に向かうことが後世の手本になると彼の気持ちを語っていた。この時清水直信のの上松と目さ風紀では佐田の城が地方を巡回する際に一面の砂浜に一点の青いものが見えた。近寄って見れば破れたわらじの影に草が生えているものであった。佐田の城はそこで 藁を束ねて、砂の上に刺し、風の影に柳を植林して、根付いたなら土で根を包んで秋ゴミを植え、これも根付いたならその影に初めて松を植えることで、初めて松を成長させることができたとしている。この記述は、栗竹の伝承と一致する。工事は、南部の浜田村から始まり、百九十八年から1八百四年の工事で、砂山は草地が多くなり、 松苗が点々として、砂が飛ぶことが少なくなった。長百姓の大山総志郎はそれまで佐田野城を大いには通して、次の春に松苗が生えていれば、首をやると言っていた。しかし、翌年、松苗が生えていたので改心して、夜を徹して、佐田野城の干拓に、泊まり込みで仕事をし、袴田余五郎に書簡を書いてもらいひたすら謝って、無罪方面となった。 浅内村では植林の結果神殿開発が可能になった。1794年では神殿開墾が22国だったのが、1802年で73国になり、1805年では105国余りとなった。これは浅内村の枝里の黒岡村での包みの完成によるもので、浅内沼の下流の通称呼ぶやちといわれる難所での包みの完成も、 植林による砂止めの効果であると考えられる。また、1808年と1809年の協作の時には食料不足が発生したが、農民は砂止め山の雪の中から草の根を鳥食料とし、また焚き木を松林から取って焚き物にすることができた。佐田の城はこの成果により、佐竹義和から1805年10月15日、 二十国を加用された。佐田の城が植えた松は、野城市内に古木として一部が残るほか、沿岸の防砂林は人々によって植林が続けられ、風の松原と呼ばれる広大な林になっている。山本軍内の植林に成功した佐田の城は、氷固たみ回り役になり、おものかきと砂止め検体として、川辺軍に転勤となった。そこでも、同じ方法で文化年間に、 約300万本の植林に成功した。荒谷の砂防事業は1807年から始まった。佐田の城は、もともとは山林もあり、いろは釜と称したほどの多くの塩釜があったが、乱伐で焚き木もなくなり一二の釜を残すばかりになっていた。西山が砂山と化してから100年にもなっていた。冬の強風で住宅や田畑が、 半分も埋まってしまっているという毎春であった。あらや千件と言われていた、この地方も450から460軒に減り、このままでは西山通りも、かつ平山のような、けなし山になってしまうであろうと植林に取り組む前の状況を記している。佐田の城は山本軍で成功した方法を取り入れ松を主役にして植林を進めた。ここでも住民による反発はあったが、 強硬に方針を推進した。ただの進むと噂されても意に返さなかったほど、自己主張も強かったようである。1820年の荒谷村肝入部兵以下の連名の書き上げには、関町の関は、砂防工事が3、4年で完成し、水田300石の水源も安心できるようになった、こと、以前の埋没工事も次第に置き換えりつつある、こと、組も根月さん、 4年で苗木も多く取れるようになり、南北一里、東西四流半もあった、久被害地ももう心配なくなったこと、グミの実は8月から10月までの村の女房子供の収穫物になり、期間中で300巻分ほどの収入になっていることなどを記している。佐田の城は、荒谷と並行して、中野や飯島でも植林を進めたが、ここでも村人の抵抗があった。時には、 食事に絡まる影にこもった維持役もあったという。1816年には約10年に及ぶ功がなったことが上申書に見える。サボーリンの完成は数十国に及ぶ高知開発上の効果があった。後に、サダの城は六軍のご広志役や、下三軍もろき取り立て役等を務め50歳の時、氷方銀味役となり、植林の第一線から退いた。 1827年に35国の数を受けた。その3ヶ月後の10月28日に、100年後ともなれば、この植林地は伐採期になり、金目当てに乱伐されるだろうが、そうなれば元の砂丘になる。そんなことをせぬように孫たちに伝えてくれと言い残して61歳の生涯を閉じた。野代市法省台4にある、野代栗田神社1828年。 進化は通に彰子を建て栗田大人として祀られた。さらに1857年半へ請願して、栗田神社を建て栗田大名人と称することを許された。そして1912年8月13日に、尾物川改修工事によって、現在の地に先座する。秋田県秋田市荒谷の栗田神社には、奥山君、大鳥の文による1832年10月の石踏みが立っている。 秋田市奈良山南中町の奈良山公園には、栗田貞之野城住宅市の石碑がある。野代市宝送台にも、栗田神社があり、栗田貞之野城女子毛の自席の説明看板がある。手戸小二公園には、栗田貞之野城の植田松の標柱がある。野代市大内が村では1863年に、清水直義が植松と目冬先をまとめて、栗田の偉業を称え、 天保年間に、栗田の石踏みを建てて、仏段会に祭祀を行ったという。現在の聖徳碑は1936年に建てられたものである。墓所は、秋田市奈良山古川新町の宝徳山万福寺。昭和59年、検証会が新たに破壊しを、旧破壊石の隣に混流し海岸供養をし、同地に検章版を建てる。は、女子 墓石の後ろにはその功績を称たたえ、松が植樹されている。1915年、樹語位を追造された。ありがとうございます。